こんにちは、田野です、今日もですね、オリジナルで、手ぬぐいをですね、作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この手ぬぐいに使う生地の話をですね、ちょっとしていきたいと思います。よく生地は何がありますかっていうことでご質問いただくことがあります。で、まあ、例えばですね、作ったけどもなんかちょっと触った感じが薄い感じがするんですとかね、そういったことも言われるんですけども、手ぬぐいの生地というのは実を言いますと2種類なんですね。大きく分けて2種類あります。で、ですね、こちらに用意したのがあるんですけども、こちらが分っていう生地になります。分ちょっとね、目見ていただいてちょっと粗いんですね。で、こちらが岡っていう生地ですね。お分かりいただけますでしょうかね。ちょっとね、並べてみたら分かりやすいか。こんな感じですね。この赤い方の、生地の方がちょっとね、粗く感じる、まあ、見ていただいても見るようにちょっと粗いんですよね。で、こちらの粗い方の生地のことを分って言います。分って言います。で、この、細い方の生地のことを岡って言います。で、どういうふうに使い分けるかということなんですけども、まあ、見ていただいた、ね、ようにですね、目面がですね、柔らかいというかスルッとしている方、これがまあ薄い感じ、これがですね、岡っていう生地になるんですけども、デザインが細かい場合ですね、例えばこれみたいにですね、細かい文字が入っているような場合は岡をお勧めします。それの方が綺麗ですよね。で、こちらの文の方になりますと、やっぱりその細かい文字っていうのが目面が粗い部分、なかなか表現しづらいということで、この岡の方もね、こういったデザインの場合をお勧めすることが多いんですけども、ただですね、触った感じが岡の方が薄い感じするんですね。薄い感じします。で、文の方は粗い、なんていうかざっくりした感じですね。で、というのも、この文の方っていうのは、糸番手でいうと、面紙っていうのは20番手っていう糸を使います。で、岡の方は30番手っていうね、30番の糸、これをね、使うんですけども、面紙の場合ですね、この数が少なければ少ないほど太いんですよね。20番紙と30番紙でしたら、30番手と20番手でしたら、20番手の方が糸が太くなります。で、この糸が太いんで、あんまりこう目がきっちりと折ってしまうと、今度ね、機械的にガシガシしますんで、ということで、こうざっくりした感じに折り上げるのがこの分。で、一方ですね、30番手で細い糸を使ってやるのがこの岡なんですけども、細いっていうので、やっぱりきっちり目面がね、積んで出来上がるんですね。ですから、非常に細かい文字でも、細かいデザインでも表現しやすいのが岡になりますね。で、本染めなんかの場合、中線で作る場合、この分で作りますと、こう隙間が多い分、色がですね、刺さっていったりするんですね。例えば、白い地に赤い線をスッと入れても、その赤の線がひげ生えたみたいにチュッとこう白いところ刺さっていくっていうこともあります。なので、もうね、そうなってしまったらね、かっこ悪いですから、もうそれ考えると、やっぱ岡の方がいいでしょうということで、岡を勧めることが多いですね。で、一つ問題がですね、値段の差なんですね。で、分と岡では実を言いますと、面紙っていうのは細い方が、高価になります。となると岡の方が高いんですよね。で、私、高いお金払ったのに、なんか薄っぺらい感じがしますということで言われるのがこの岡の方やと思うんですけども、でも実際使っていきますとですね、分の方はですね、だんだんこの糸が太い分、ふっくらとした感じに仕上がっていきます。で、岡の方はどうするなってくるかというと、どんどん腰がなくなってくるように、本当ガーゼみたいになってきます。ふわふわになってきます、ね、ですから、それぞれ特徴があっていいところがあるんですよね。ですから、何もその細い糸、生地が細いから薄いから悪い生地っていうんじゃないんですね。このあたりですね、よく分かっていただきたいのがそういったところなんですね。なんか知らんけども、薄く上がっちゃったっていうのはそういうことなんです。薄いっていうんじゃなくって、そのデザインが細かいんで薄い生地を使う、薄い生地って言い方なんですけども、そういった生地だ。ただでも、面紙としては、この岡の方がやっぱり1割ほど高いですね。ですから、高価になります。そういったことですね、頭に置いて、作っていただきたいですね、デザインも。ちょっとね、なんか今日は生地の話で面倒くさい話ですけども、そういったところです。
よろしくお願いします。